こんにちは、トシです。今日はですね、誰でもできる眉毛の整え方をご紹介していきたいと思います。はい、誰でもできる。はい、まず状態こんな感じ。ほら、結構伸びてますね。はい、こんな状態。はい、結構伸びた状態から刈っていきます。はい、で使うもの、はい、ポイント、バリカン、ドーン、これバリカン使います。はい、で刈る長さ、ここで調整できますね。はい、僕の場合は 0.8 ミリです。はい、今結構長いんですけど 0.8 ミリでガンガン僕は刈ります。 0.8 ミリかなり短くなります。はい、参考にしてみてください。ドカーン、ではいきます。でポイントは上下、まず上下、こうやって上下、ほら、どこ上、ほら上下ね、こうやって上下、ほら、で左右、ここと横でも刈る、こんな感じ、ほら、上下左右、ほらこんな感じに刈るだけです。はい、いかがでしょうか。差ができたんじゃないでしょうか。ほら、こっちは刈りました、こっちは刈ってない。はい、差がありますね。はいはい、いきます。でちょっと引っ張りながら丁寧に上下、ほら、また上下、うん、左右、こっちの方から左右、こんな感じ。はい、 OK。 はい、続いてこっちもいきます。まずは上下、ほら上下枯れてますね。上下、このように上下です。でそしたら左右、こういう感じ、毛流れに逆らいながら左右、うん、はい、 OK。 上下ね、上下にまずはガンガン、はい、上下ね、で左右、こんな感じ、おりゃ上下、はい、 OK。 はい、いかがでしょうか。枯れました。はい、上下左右にガンガンバリカンで刈ってます。で僕はヒゲも 0.8 ミリです。だからついでにガーッともいける。眉毛と、はい、ヒゲ同じ長さです。でこっちもこうか、こんな感じ、ほらね、いい感じに刈れました。いかがでしょうか。ほら、ヒゲも同じ長さなので、まああまり気にせず一緒に刈ってやても OK。 こんな感じで、引っ張る、引っ張って刈る、引っ張る、引っ張って刈る、うん、こんな感じ。はい、引っ張る、割って刈る、ほら、おりゃ、こんな感じで、いかがでしょうか。はい、綺麗に刈れました。ありがとうございます。はい、こんな感じ、引っ張りながら刈る、はい、引っ張りながら刈る、はい、引っ張りながら刈る、ほら、ほら、ほら、はい、ありがとうございます。はい、こんな感じです。バリカンを使って上下左右で毛流れにこう引っ張りながら逆らいながら刈ってあげるとより綺麗に整えます。はい、ありがとうございます。いかがでしょうか。はい、刈る前と刈った後でかなりさっぱりしてるんじゃないでしょうか。はい、ぜひですね、参考にしてみてください。ご視聴いただきありがとうございます。ぜひですね、チャンネル登録よろしくお願いします。イエイイエイ、ありがとうございます。はい、ではもう一度、引っ張って毛流れに逆らいながら刈るね、引っ張って毛流れに逆らう、こんな感じね。はい、いかがでしょうか。できたんじゃないですか。でこういう余分なところもなんとなく刈った、余分なところもなんとなく刈ってあげる、ね、ありがとうございます。ぜひ参考にしてみてください。イエイイエイ。 0.8 ミリです。これ 0.8 ミリ、これよりもうちょいちょっと太くしときたい人はもうちょい長めにしとけば厚く見えるんで、はい、ぜひ参考にしてみてください。イエイイエイ、ありがとうございます。ドカーン、ありがとうございます。